そうそう、そのコンテストってええ。ファミリークッキングコンテストでしたっけ？ああ、や一り回まやりしました。たよはい。ね。あれもなんかすごかったみたいそうですですね、ね。10月の、昨年の10月の25日にやらせていただきまして、8組の、エントリーがありまして、はい。全部で、8組でそれぞれがそれ登ぞ場れがし違て。うナポリタンで、優勝した方がですね、そのおばあちゃんのナポリタンという、そのおばあちゃんが作ってくれたナポリタンのを再現したんですね、その思い出として。で、それがまた豚バラ肉を使って、で最後にちょっとラー油を垂らすような、ナポリタンでちょっすとね。ピリ辛な感そうじなんでの、すね。そちょれっがとま中華た寄りな、横浜っぽいですね、なんそうですか。ね、なんかちょっとそんな感じですね。ね。それがまた美味しかったっていう、美味しそうですね、でも。その方が優勝をされまあ、もっとも、それぞれの、みんなナポリタン像ってあると思うんですよ。そうそう、皆さんあると思います。で、その中で、そのやっぱりおばあちゃんのナポリタンっていうのがすごくエピソードとしては光った部分があって、そうですね。それはどういう思い出だったんですか、そのおばあちゃんのっていうのは。あ、鋭い質問 もう亡くなったおばあちゃんの、が横浜で、ちょっと思い出せない 申し訳ございません だそうです そうそう、なんか横浜でやっぱり過ごしてたおばあちゃんで、そう、やっぱり、忘れちゃいま思しい出た 思い出があると まあ、いいですよ 汗かいてきちゃった じゃあ、とにかちくょっ美味と、しかったです。美味しかった。それは皆さんで召し上がって、投票するみたいな感じだったんですか？そうですね、特別審査員で、ホテルニューグランドの宇佐上総料理長もいらっしゃいました。それもすごいですね。もうカチカチでしたね、あの時 緊張してました俺一人なんか変な格好して、ね、そうでいすつね、イもタナリポアリンタのンなんの中かこう、でこう変な格好してマントなんかしちゃって、すごい浮いちゃってね 裸の王そう様そみたいう、な結構ね なんかちっちゃい子とかやっぱいたんですよ、ファミリーコンテストなんで、なんか変なマント引っ張られたりとかして なんだよと、会長だぞこの野郎 会長いじられるみそうたいそうそう、本当に面白かったですね。な また次は計画されてるんですか、そういうコンテストみたいなものそうですね、まあいろんな、そう、活動、まあコンテストもまだ予定としてはないんですけど、またやりたいなっていうのはありますそうですね、定期的にね。あったら面白いですよそうね。ですね。後ろにいきなり話変わりますけど、見えております、こちら、この面食い力がプリントされてますが、タウンニュースに取り上げられました。ああ、そうなんですよね。タウンニュース。タウンニュースって新聞の折り込そうみですね、チ折りラ込みチシラシ。の中に入ってるフリーペーパーなんですけど、こちらで、取り上げていただいた取りんで上げすていただね。きまして、すごいですね。あとは横浜経済新聞さんにも、そうなんです取り上げか。ていただいて、他は。他あと一番大きいのは東京新聞さんですね。こちら東京新聞さん、東京新聞こちら4月の18日付なんでございますけど、に載ったんですか。こちらの横浜版ですね。すこちらごいに、大きく取り上げられましたね。結構大きく、面食い力で150件制覇、すごく、南区の田中さんが出版。ちょっとね、こんなに大きな写真になると思わなかったんでね、ちょっと目つぶりかけなんですよ 焦点が合ってないんですよ なんか目がパチパチしててですね ちょっと目をつぶろうかどうかっていうこの感じなんですね。どこ見てんだっいや、でもなんか自然な感じでいいと思いますけど、こちらは何を。うちの近所でですね、水来軒っていう中華料理屋さんがありましてですね、こちらの、焼きそばなんですね。この焼きそば上に目玉焼きが乗ってるっていう。やっぱりこれ目玉焼きなんですか。そうなんですね。面白いですね。もぐもぐ焼きそばがまた美味しいんで美味しす。そう。このね、チャーシューがね、自家製なんですよ。で、これ本持って挨拶行ってね、本と等価交換でチャーシュー1本もらって 一本もらったんですか 買いますよって言われたんですけどね、僕はチャーシューが欲しいって言ったら ちょっと交交換換、物々交換で素晴らしい方。結構ね、いろんなメディアに取り上げられてるお店で、この前もテレビ東京のなんか
B 級グルメの番組で出てたお店なんですよ。すごいなと思って、うんうんうん、でもそれと一緒にこう写真に新聞に載るなんてすごいすごい名誉じゃないですか。ああ本当に恐ろしいです。こちらもホテルニューグランドのナポリタン、はい、あ先ほど言っていた、はいはい、これが150回目だったんですね、うんうんうん、はい、あみんなあれですよね、人を集めてこう記念に、あそうですね、みんなで食べたっていう、最後ぐらいはみんなで行きたいなと思いましてですね、うん、パーティーみたいな、まあ、みんなで行く時もあったんですけど、うん、オフ会とか利用して行ったりもしたんですけど、うんうん、まあ、最後はまあみんなで行きたいなと思いまして、4人ぐらいの方が集まっていただいて、まあ、平日にもかかわらず、はい、結構急なお願いだったんですけど、はいはい、制覇をした。それで無事に150回。なるほど。それは去年の150周年のあのイベントの時ぐらいに、ね、6月のちょうど1日に、あ、はい、開校記念日前の 前の日に、おお、ジャストって感じですね。ブログにアップしたのがちょっと時間かかって6月3日になっちゃったんですはい、2日に合わせなかったんです。2日を挟んでみたいな、はい、でも日本時間では2日だという、はい、指摘もいただいたんで、うん、それはそれでよかったんじゃないかと、はい、思っております。分かりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、最後に、うん、聞きますが、はいはい、普段何されてるんですか。普段はですね、麺を食べて麺を食べてるえいやいやいや、今日はねちょっと餃子だったんですけど、はい、ニンニク臭いからお仕事とか何されてるんですか。あ、仕事ですか、はい、仕事は会社員ですね。会社員、はい、いろいろとあのお金を貸して、それを10倍にして返してもらうとか、10日でね嘘でしょ嘘です本当は本当はね、これを本をですね、はい、あの人にあのみんな人に100冊ずつ売って、はい、でその100冊をまた、はい、あの違う人に100冊別に売ってって、はい、こういう広げていくっていう方そうそう、だったらいいなとだったらいいなってちょっと思ったりチェーンレター風にこう広げていこうみたいな。 なかなかね本売るって大変なことなんで、ね、そうですよね。今どのくらい売れてるんですか。な、どうなんですかね、ちょっと分かんないですけども。でもあのあれですよね、何でしたっけ、うん、インターネットのアマゾンが、はいはいはい、あの予約がもう いっぱいになったことがあるとか。一時期そうですね。でも在庫がそんなに何十冊何百冊ってあるわけじゃないので、はあ、多分数冊ぐらいで予約が例えば3冊在庫があって 4人来たとかそういうレベルだと思う。作家さんといいますかね。うん、そうですね。すごいですよね。本業は、はい、本業の戻んなくて、あ、戻ってほしいんですけど会社員です。会社員食品関係の会社員。パンベーグル的なものを作って、はい、ベーグル的なものって、ってベーグル、ベーグルを、はい、作ってる会社ですね。はい、はいはい、なるほど。そうですね。じゃあでも結局食べ物ですね。すそうですね。落ちた。おびっくり。びっくりした。まあそんなこんなでですね、私が2007年の4月からですね、書いてまいりました。浜の麺食男というブログを書き溜めたものがこう一冊の本になりました。ビズアップロードというあの新興の出版社なんですけどね、はい、そちらから税込みで1260円で売らせていただいております。はい、まだ横浜ではちょっと販路が、東京の方では純駆動書店さんとか、八重洲ブックセンターとか紀ノ国屋さんなどで扱ってるそうなんですけども、まだ横浜はこれから売らせていただこうかなと思っているところで、うんうん、つい先日ですね、あの TVK ショップなどでも、はい、売らせていただくことになりまして、今バナーがですねすごいんですよ。木村カエラさんの、はい、あの上の方、下だったり上だったりで、あ、そうなんですか、はい、結構隣で元町リカちゃん、木村カエラさん、俺みたいなすごいじゃないですか。ちょっとすごい有名人ですね。感動しちゃってるんですよね、はいはい、ぜひそちらの方でも、はい、ご覧になっていただけたらと。はい、はいはい、そうですね。じゃあ皆さん、はい、ぜひあの、はい、アレッタさんの麺食い力を、はい、お買い上げいただいて、はい、あの横浜の市内のいろいろな麺を、はい、そうですね、はい、召し上がってみてはいかがでしょうか、はい、ということで本日の3回目のゲストは、はい、田中健介さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうも失礼いたします